ああ、どうも私ハウンドロアのマネージャーを務めておりますレナウンステージの春日と申しますええー、本日3月24日は私の誕生日でしていやわかります突然マネージャーのおじさんが出てくるなんて場違いも甚だしいですよね分かっていますともあしかしですねハウンドロア5人に少しでも親近感をと始めましたこの 誕生日にファンへ一言企画。私自身が誕生日を迎えるにあたり「お前は見てるだけか!」とハウロメンバーから大ブーイングが上がりましてまあせっかくの機会ですしこうして皆様の前でお話ししようと腹をくくった次第でございます。とはいえ言いたいことは一つだけ彼らをハウンドロアーとして世に送り出せたこと多くの皆様に応援いただけていること マネージャーとして大変嬉しく思っております。えー、今後ともゆるく温かく見守っていただけますと幸いでございます。どうぞ一つよろしくお願い申し上げます。<laughs> はい、おしまい。頼むからこれくらいで勘弁してよ。お願いだから。